地球から一番近い天体にもまだ多くの謎が残されている。カリア隊員、あとはよろしく。任せておけ。1970年代月の裏側に古代遺跡が発見された。それは王家の谷と名付けられたが、誰がいつ何のために作ったものなのかは分からなかった。カリア隊員、スタンバイ OK です。了解。さあ、行くぞ。 OK。 目標、王家の谷最下層。ガッツディグ、発進。侵入角度 3.5。 了解。はい。しかし、最新の地質調査によってその地下に正体不明の構造物があることが判明し、カリア隊員と3名の研究員が地底戦車ガッツフィグで探索に向かうことになったのである。指令室、こちらガッツディグ。現在震度70メートル、目標到達まで40秒。こちら指令室、了解です。カリア、どうよガッツディグの調子。あ、なかなかいい感じだ。いや、ガリアちゃんってさ、カリアちゃん最高って言ってほしいな。だって俺の自信作だぜ。私知らなかったな、月にあんな遺跡があるなんて。王家の谷は宇宙考古学最大のミステリーだ。しかし考古学のエキスパートであるカリアの知識とスーパーメカがあれば、これまで分からなかった遺跡の謎が解明できるかもしれないな。月世界探検か、俺も行きたいな。ねえ、一緒にビューッとね、月の方が。そうじゃねえだろ、アスカ、観光旅行じゃないんだから。前方に硬い岩盤があります。スピンドラ25000。了解。どうした、大丈夫か。おい、島田、大丈夫か。あ、なんとか。みんな大丈夫か。いかがし、無事です。どうやら広い空間に出たようです。これから調査を開始します。ん、月とはいえ地底は未知の領域だ。くれぐれも気をつけろ。ラジャ。すげえ。地下にこんなものがあったなんて。かなり高度な文明を持ったものですね。ああ、カリア隊員、見てください。ここの重力は地球以上ですね。確かに体が重い。どこかで人工的に重力を作ってるのかもしれない。重力発生装置、まさか。カリア隊員、扉の厚さは420ミリ。その奥は巨大な空間です。その割には邪悪な気を感じるな。あれがこの遺跡を作った異星人の姿なのか。いや、そうとも限らないようです。
これは骨格は似てますが明らかに人間じゃありませんね。カレー隊員、ここに文字があります。こっちには星座もあります。これで謎が解けますね。放射能や熱量の反応はありません。開けてみますか。よし、開けよう。通信機の故障です。計測器の調子が悪いようなので調整のため一旦起動します。ご苦労様です。あ、待ってください。スーパーガッツの隊員といえども外部から荷物を持ち込む際には検査を。検査終了。貨物に異常なし。検査異常なし。すいません、報告書を作っていたもので。少し疲れてるようだな。わかった、少し休んでろな。ここから先の立ち入りは許可が必要です。私を探しているのか。イシリス、棺はどこだ。お前たちが知る必要はない。貴様に殺された仲間の恨み絶対に忘れない。生意気なことを。力を持つ者にはそうでない者を滅ぼす義務が。そして優れた者だけが最後に生き残る。それが宇宙の意志だ。だがお前は死んだ。違う、私は生きる使命を与えられていた。それなのにつまらぬ生き物どもがたかりおって。殺してやる。命は全てのもの。そら、何する。こいつらエイリアンです。こいつらだけか。貴様カリアじゃないな。お前は誰だ。私の名はイシリス。イシリス。
わざ星の王にしてあまねく星々の民の上に立つ宇宙の王。貴様の望みは何だ。望み、望みなどない。ただ全てを滅ぼすのだ。あれ、どうしたの。何かあったのかしら。わかんない。なんだろうこれ。本部から地球へ向けて信号が発信されました。何。内容は判読不能です。地球の文字じゃありません。貴様、何をした。何が起こるんだ。まもなくこの星は死の星となる。命あるもの全てが消滅する。カリア、しっかりしろ。カリア、お前たちは一体何者だ。我々はかつてこの太陽系に住んでいた。だがイシリスによって我々の故郷は破壊された。イシリスは全宇宙を支配する野望を持っていた。そのために我々の両親も子供も家族全てが殺された。たとえ100億の時が過ぎようとも我々はイシリスを許さない。どうした。月に重力の異常を観測。王家の谷へものすごいエネルギーが詰まって月が重くなっていきます。どういうことなんだ。月が落ちる。え、重力発生装置。カリア、大丈夫か。王家の谷には地球並みの重力がありました。おそらく重力発生装置を使って月を。装置は月の地底に眠っていた。奴の狙いはこの基地の設備を使いそれを復活させることだったんだ。リョウ、そしてナジマ、アスカ、直ちに月を飛び王家の谷を攻撃しろ。ナジマ隊長。どうした。質量がどんどん増加しています。このまま行けばあと10分で衛星軌道逸脱、地球への自由落下が始まります。なんだって。カリア、月で一体何があったんだ。王家の谷の地下に原質を発見したんです。よくぞ来た。さあ、解いてくれ。我が魂を縛る呪いの封印を。それからの記憶が全く。それだ、その剣だ。私は体を失った。今再びその力を貸してくれ。月面に到着。これより王家の谷への攻撃を開始します。あいつ相手が何だろうと文句言ってる暇はないのよ。
機のシステムの一部にしていた。重力装置の起動プログラムは奴の体の中だ。イシリスを再び封じ込める手段はただ一つ、棺に眠る奴の心臓をこれで貫くのだ。このインチキ王様野郎、見たかよ俺の超ファインプレイ。邪魔する者は全て抹殺する。
カリア隊員。体もう大丈夫？あ、なんともないさ。うわあ、綺麗な月ね。五十嵐がイシリスの母星の分析結果を送ってくれたんだ。あ、なんつったっけあれ？ヌアザとか言ってた。あ、それ。12億年前に爆発、消滅してるんだ。もちろん星の自然な寿命じゃない。何があったかは押して知るべしね。調べていていつも同じ結論に行き当たる。結局力を誇示する戦いはいつも憎しみしか残さない。だから俺たちがそうならないようにしなくちゃいけないんだな。何言ってんの。時を運ぶよ。勇気がある限り夢は必ず叶うよ。涙が溢れるまま Hey! Hey! 走り出せ。赤い地平線の彼方、明日があるのさ。墜落した宇宙船にはフレア星雲の美しい青年シオンが乗っていた。マイはシオンに惹かれていくが、次回ウルトラマンダイナ優しい標的、お楽しみに。